にちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回は先日購入したダイソー100均の観葉植物、こちらの植え替え動画を配信しようと思います。ダイソーの植物を植え替える時に使ってほしい土だったりとか、植え替えのコツや枯らさないポイントなどお話ししていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。さて、以前の動画をご覧いただいている方はご存知かもしれません。前回4種買いまして、1種類のキングバンブーはハイドロカルチャーに植え替えました。なので今回は3株植え替えていくことになります。1つテーブルヤシ、そして未生のパキラ、そして3つ目がフィロデンドロン、こちらの3種類を植え替えていきます。で、植え替えに必要な土、これ一番皆さん悩むところだと思うんですけれども、以前お話しした土の選び方という動画を見てくださっている方、はい、その知識が入っている方は分かりやすいと思います。今回ダイソーの観葉植物の土を観察したところ、有機質なピートモスをメインとして植えられているというふうに私は判断しました。ですので、今有機質な土に植わっているもの、これを今回は有機質な土に私も植え替えていこうと思います。初心者の方、ぜひ前回の動画をご覧いただいた上で、そのどうあった形で土を選ぶのが一番いいのか、植物にとって喜ぶ土なのかっていうのを見た上で、ここからご視聴いただけると嬉しいです。そして植え替えに必要な道具、こちらに用意しました。一つ、植え替える鉢。今回は有機質な土を使って、この小さなダイソーの植物をさらにぐんぐん大きく育てたいというところに着目して植え替えをしていきます。ですので、より成長が促されるスリット鉢と呼ばれるプラスチック製の鉢を使っていきます。近くで見ていただくと、スリット鉢はこの鉢の横にスリットと呼ばれる溝、水が抜ける穴があるのと同時に、内側に溝があって、根が鉢の底でぐるぐるって回ってしまう、サークリング現象を軽減させてくれるパワーがあります。なので、この鉢の中で効率よく水はけもよく、そして根もうまく張れる、こういった環境を作り出しやすいのがスリット鉢の特徴です。なので、ダイソーの小さなこれから大きくしたい植物を植え替えて、そしてより大きくして、最終的には根も充実させていこう、これが今回の植え替えの目的です。あとは植え替えに必要なのは、はい、土入れですね、スコップ、こういった持ち手がついているものではなくて、結構ね使っているので土の色とかついちゃってるんですけれども、ハンディでワンスクープで全部すくえるようなタイプがおすすめです。あとは軍手、はい、手が汚れてしまうのでぜひつけてあげてください。あとはね、こういった棒状のもの、割り箸などでも構いません、あると便利です。これで最後、土を鉢のね隅から隅まで入れていくのに使います。で、あとは土とともに必要なのが、はい、元肥と呼ばれる肥料を、これは必須ではありませんが入れてあげると便利です。今回私は有機質の土に植えていくので、前回有機液肥でご紹介した自然暮らしの美しいガーデンのための肥料、ガーデンフラワー用でお花にね特化した肥料ではあるんですけれども、元肥追肥兼用で使える肥料なので、今回はこちらで有機質な肥料を入れつつ、有機の土に植えていこうと思います。はい、でですね、今回私が使う土をご紹介していこうと思います。市販で売られているものとはまたちょっと違うんですけれども、内容的にはココピート、そしてココチップが入っていて、軽くするためにパーライトを入れております。ココチップとココピートだけではちょっと重たすぎる用土になってしまって、観葉植物が根腐れを起こしてしまうこともあるので、パーライトで軽くする、プラス水質改善のために木炭を入れている私のオリジナルブレンドです。絶対こういう土を使ってくださいという決まりは観葉植物にはありませんが、観葉植物用の土として売られている市販のものであったりとか、こういったね観葉植物に合わせた土を用意してあげてください。土にもいろんな種類があって、外のお庭で使うガーデン用だったりとか、あとは多肉植物などのものはまた全然部類が違いますので、観葉植物用と書かれた土を用意してください。では早速やっていきたいと思います。まず最初に植物の状態なんですけれども、水やりを
1週間ほど控えて土ができれば乾いている状態にしてあげてください。土が湿った状態だと抜けない場合が多いです。ただココピートだったりピートモスは乾いてしまうことでギュッと固まってしまう性質もありますので、そこは後ほど花粉を抜いてからどういう状態かを皆さんにお見せしていきます。また買ってから1週間ほど家でなじませておりますので、前の環境で出ていた葉っぱでちょっとね、うちに適応するためにダメージが出てしまう場合もあります。こういった下葉が枯れているなどのものは植え替えの時に取ってしまいます。あとはですね、こういった今葉っぱがワシャワシャっとしているタイプ、パキラやガジュマルなど葉の勢いが旺盛なものには多いんですけれども、こういった形で葉っぱが密集してしまって重なってしまって下葉の部分が光合成ができずに成長が促されていない場合はですね、ぜひ新芽を大事にしてあげたいので、元あった葉っぱを軽くしてあげるのも今のタイミングでやっても大丈夫です。これから植え替えをすることで根っこは一度土から離れてしまいます。なので吸水力が弱まる。吸水力が弱まるということは根っこがね、なかなか水を吸えないので、葉っぱからは常に植物は蒸散といって水分を放出してますが、葉っぱの水分ばっかり出てしまって根っこからの吸水がないと植物にダメージが出てしまう、ストレスになってしまって枯れてしまう危険性もあるので、枯れている葉っぱ、あとは重なって密集している葉っぱはこの植え替えと同時にカット、取り除くという作業をしてあげてください。ではまずフィロデンドロンを抜いていこうと思います。抜くときはこのポリポット、植わっているポットをまずは優しく揉みほぐしてあげてください。全体を揉みほぐすことでこの中の土が攪拌されてどんどんね、根っこがゆるーく抜けてきます。優しく揉みほぐして株の根元を持ったままスッと引っ張る、はい、この時に株をこうグッて引っ張るのではなく鉢を抜くような感覚、鉢の方を引っ張って抜いてあげてください。はい、これで今綺麗に抜くことができました。根っこもちぎれることなく抜けております。でこうしたらこうやってパラパラーっと今ついている土を落としてあげます。この根っこの周りの土をリフレッシュさせる、新しいものにすることで今この土に栄養がね、もう吸収されていて劣化が始まっていたとしても新しい新鮮な土で覆ってあげて、そこからまた新たな栄養分を補給するためにまずはこの根の周りできるだけ綺麗にしてあげてください。この時にねパッ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 と軽くはたいてあげるだけで土は乾いていればほぐれていきます。で、先ほど言いましたこう枯れてる葉っぱがありますね、こういったものは取り除く、はい、綺麗に取り除いて今この状態でフィロデンドロン、はい、綺麗に抜けました。根っこだけの状態になって枯れている葉っぱもない状態です。はい、で今度土のところに来ました。スリット鉢を用意します。スリット鉢は鉢底の排水性を促すためにスリットがついているので鉢底石と呼ばれるものだったり鉢底ネットは必要ありません。ただこのスリットから土がこぼれやすいので、こぼれるのが嫌いな場合は排水口のネットなどがねちょうどいいと思うんですけれども、つけてあげると土こぼれ防げると思います。私はこのまま入れていきます。まずは鉢底に土を約1センチぐらい、鉢底が見えなくなるぐらいまで敷き詰めてあげてください。でこうしたらここに元肥を入れていきます。元肥は多くのものが土に混ぜ込むタイプのものが多いです。しっかりと使い方を見て土に混ぜ込むのか土の表面に置くのかは見た方がいいですけれども、大体のもの土に植え込んであげてくださいというふうに書いてあります。今回のタイプも土に植え込むタイプです。先ほど見たんですけれども5合で 2-3g っていうふうに書いてあって、このキャップ1杯が 4g なのでだいたい半分ぐらい入れていこうと思います。元肥を 1cm 引いた土の表面に、はい、撒いていきます。そしたらもう一度元肥をね隠すような感じでうっすらと土を引いてあげてください。で先ほどのフィロデンドロンがここに入ります。ここからは横から見ていただこうと思うんですけれども、まず
この株元を持って鉢の中心になるように株をセットしてください。ここからこの根の周りに土を入れていくことになります。で、株を支えたままこの周りに土を入れ込んでいく。この時にちゃんと土を入れてあげないと株がこう傾いたりだとかこう倒れたりしてしまうので、しっかりと持った上でその場所にしっかりと固定されるように土を入れていきます。隙間なく入れていく必要があります。で、例えば今こういった形で土を入れました。ある程度入ったように見えますが、根っこの周りには土が足りていない、まだね、空間に隙間があることが多いです。なのでここで使うのが細い棒のもの。これは挿し木とかでこう穴を開ける用の棒なんですけれども、その棒を使っていきます。株を押さえて、これは押さえることが重要です。押さえて鉢の縁の周りを刺していく、サクサクサクっと刺していくと、このスリットのね、溝に合わせてどんどん土が奥へ奥へ入っていくので、土が沈み込んでいきます。この作業をしないと隅っこの底の部分だったり根の周りの部分、土が入っていなくてグラグラの状態で、水をあげた時に傾いたりとか、生育してどんどん根が伸びるとそれがね、グラグラグラっとしてきたりもするので、しっかりと全体を、はい、株を支えながら刺してあげる。こうグッグッとね、周りを刺してあげるようにして、隅の隅まで土を入れ込んでいきます。これで今一周土を入れ込んだおかげで1センチぐらい下がりましたね。まだ全然余裕がありました。鉢の縁までしっかりと土を入れてあげたいので、土入れの作業をしたらさらに土を入れてあげてください。はい、これで2回目の土入れが完了しました。だいぶね、詰まってきている様子です。ですがここでね、念には念をもう一度入れ込む作業、鉢の縁をこう刺してあげて、もう一回ね、さらに隙間なく入っていくように入れていってあげます。サクサクサクと鉢の縁を刺すことで、中のね、この中心部の根っこを傷めることもなく、こう土がどんどん奥に入っていきますので、はい、でここまで土入れをしたら、ちょっとねトントントンと叩いてあげましょう。この振動でも鉢のね、中の方にまた土が入り込んでいきます。はい、ほらまだねぐらつくでしょう。っていうことはまだこのね、鉢の中に余裕があるということです。これをねピッと立つまで入れてあげたいので、最後にもう一度土を入れてあげます。植え替えは根っこが回ることが予想される1年から2年に一度やる大切な作業です。この時に手を抜いてしまうと、ここからね、1年から2年この株はこの鉢の中土で育つことになりますので、しっかりと土を入れ込んで1年から2年すくすく育てるようにね、はい、してあげましょう。どうかな。よし、これでだいぶ株も安定して土もしっかりと入りました。リロデンドロンの植え替えの完了です。はい、じゃあ次に植え替えるのは、じゃあこちらのテーブルヤシ植え替えていこうと思います。テーブルヤシも同じく乾かした状態になっています。鉢を優しく揉みほぐしてあげて、中の土を攪拌する。テーブルヤシは特にここの株元の部分、何本かに分かれているものが多いです。なのでしっかりとね、全部持ってあげた状態でこうほぐしてあげてください。はい、で、ある程度柔らかくなった土がほぐれたことを書く。もうボロボロ落ちてきます。はい、鉢を引っこ抜く。はい、っていう風にしてパラパラっと土を落としていきますと、こういう風に今抜けた部分がここですが、下のところでくるくるって
はい、根っこが回っているのが分かりますか？これはね、そこまでぐるぐるっていうほどではないですけれども、これが行き過ぎるとサークリング現象ね、そこだけでぐる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 回ってしまって根っこがね、そこで詰まってしまうということがあるので、それをセーブしてくれるのがスリット鉢のいいところです。で、これも大きい塊などはポロッと取れることもありますので、その辺をほぐしてあげる。でも根っこが切れてしまうと植物もストレスにつながってしまうので、土がほぐれないようであれば無理にほぐさなくても大丈夫です。ある程度取れれば OK、はい、これもね、ちょっとパタパタと叩いているとだんだんと取れてきました。今ここまでで根っこだいぶほぐれました。このね、サークリングしていた根っこ自体もほぐすことによってほぐれてね、丸くなっていたのが伸びています。このほぐしてあげたものをさらに伸び伸びと伸ばすための植え替えです。そして先ほど用意したスリット鉢を用意します。やり方は同じです。まずは鉢底に1センチほど入れてあげて、でここに元肥を、この自然暮らしの場合は 2g、はい、入れます。ポロン入れまして、さらに土をかぶしておく。はい、で土をかぶしたら、この株、今回はこのテーブルヤシには傷んだ葉っぱが1個だけかな、このこれだけちょっと傷んでる葉っぱが見られますが、それ以外は、傷んだ形跡もなく順調に育ってくれております。テーブルヤシの葉っぱをカットするときは、ここの生え際の部分、付け根の部分からカットしてあげることで枯れ葉の処理をすることができます。ここの部分を、はい、根元でカット、はい、枯れている傷んだ葉っぱは処理してあげる。今この綺麗な状態になったテーブルヤシをこの場所に合わせて、鉢のサイズは一回り大きいサイズにするのが定番です。このダイソーのものは2寸のポットだと思います。なので私は今回3寸のスリット鉢に植え替えております。下クッとすぼめて上が広がるようにしようかな。こんな感じで下をすぼめて上が広がるような感じで植えていこうと思います。で、先ほどと同じようにポジションを真ん中に決めて、真ん中になったら土を入れ込んでいく。はい、で一周ある程度入ったら、ここをまたね、はい、根っこの周り、そして鉢の底までしっかりと入るように鉢の縁を刺していってあげてください。この株はね、固定した状態、これを株を持たないまま土入れの作業をしてしまうと、こう入れていった方向に株が倒れていってしまうので、株はね、しっかりと押さえた状態で土入れをしていきます。グググッと入っていきますね。どんどん入っていく。よしよし、いい感じに中に土が入り込んでいる証拠です。沈み込んでいるのは全くこの時点では悪いことではなくって、しっかりと入れ込めているサインなので、やってあげてくださいね。はい、で今入れました。まあ、だいぶね、もう1回目でしっかりとしてくれたんですけれども、ちょっと叩いて、さらにこの振動で中の土入れ込んで、もう一度ね、表面に入れておきましょう。で、私は土の表面にウォータースペースを作らない派です。なんでかというと、特にこの有機の土を使っている時はそうですが、この鉢の縁にウォータースペースといって、2センチから3センチほど隙間を空けて、こう土のね、浮き沈みをする時に土こぼれを防ぐという方法がありますが、それをしてしまうと土表面の乾きがとても遅くなってしまうので、土表面がカビてしまうことが多いです。で、私はこの有機質の土を使っているので、まずここをすぐさらっと乾かしたいというのが1点と、あとはカビが嫌というのがありますので、でウォータースペースをなしの状態で植えております。他の土を使う場合に、このね、水を与える時に土がバーッと浮いてくるから、それで土こぼれするのが嫌だよって場合は、
このスリット鉢でいうと、まあ1センチぐらい、4寸5寸ぐらいであれば2、3センチのウォータースペースというものを取って植え替えてあげるという手法もあります。それはご自身が必要不必要はしっかりと、そのウォータースペースの意義なども考えながら作ってあげてください。はい、テーブルヤシの植え替えが完了しました。はい、最後に未生のパキラ、こちらも抜いていきます。はい、もうね、何度もお伝えしてます。まずは鉢をペコペコっと、はい、もうね、だいぶすぐボロボロと出てきますね。これが根鉢になってると、まずこのペコペコっていうのができないので、鉢から抜くことも難しくなります。なので根鉢にならないように植え替えは1年から2年にしっかりと行ってください。今もうだいぶ抜けたので、株を持ったまま鉢を抜いてみます。スッ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 、はい、しっかりと抜けました。で、これも、はい、根っこがパキラは結構細くって、こうやってね、まだ根っこが出ていませんね。で、これ私が有機質の土を今回選んだ理由として挙げられるんですけれども、有機質の土で柔らかい土で植わっている植物は、柔らかい根っこでもね、しっかりとその中で伸びてくれる。無機質の硬くてなかなかね、伸びにくい土に急に植え替えてしまうと、植物がその中で根っこをうまく張ることができない可能性もあるので、ダイソーのものは特にまだ葉鞘内の小さいもの多いです。根っこをまずは充実させる、次の2年後にじゃあ無機質に植え替えよう、そういった形で私は計画をしております。はい、ね、こんな感じでね、株の本体の割には根っこがこれしかないっていうところで、根っこをまだまだ作りたいですが、これ見て、抜いてみて分かったんですけど、ちょっと曲がりがある、めっちゃ可愛いですね。この曲がりをあえて出したいと思いますので、そういった形で植え付けていきます。スリット鉢を用意、そこに1センチ引いてあげたら元肥を入れる。元肥があることで根っこの張りが良くなるので、活着してその後ね、根っこがしっかりと張ってくれるのを助けてくれます。なので、できればね、なくても大丈夫と言いつつ、あった方がいいと私は推奨しております。はい、元肥の上に土をもう一回入れてあげて、で、今のサイズであればこのぐらいまで割ってました。それをこの曲がりをあえて生かしたいので、ここの上の部分をね、こう出す形で植えていきたいです。で、今そうなってくると、このね、鉢の中の土に全部こう入れてしまうと、結局、はい、埋まってしまう形になります。なので、この土をもうちょっと上げておいて、はい、この根っこが当たる位置と、この今植えて出したい位置まで土を最初に入れ込んどいてあげてください。今植え替え3つやってるのは、その株によってだったりとか、根の張り具合によっていろいろなパターンがあるから、それを皆さんに見ていただきたくて3パターンやっております。臨機応変に植物に合わせて植え替えをしていきましょう。はい、今こういった形で土を中に入れてパキラをセッティングしてみました。しっかりとね、鉢の上にこの曲がりが出そうですね。ここからさらにこの周りの土入れを、本格的な土入れをしていきたいと思います。はい、で、今ここでパキラもしっかりと植え込みが完了しました。で、先ほどお伝えしたこのパキラの葉っぱ、ちょっとね、重なりなども一緒に取っていこうと思います。皆さんの植え替えたわけではないけれども、パキラがね、もしゃもしゃっとしている場合には参考にしていただきたいんですけれども、こういった場合、まずは形がこうやって傷んでしまっている葉っぱだとか、あとは奇形になっているもの、あとは新芽の上に伸びている下葉で成長を妨げているもの、そういった葉っぱをカットしていきます。この葉っぱを、はい、
これで今ねだいぶ清々しい感じになりました。葉っぱ同士の重なりがないのと、今出ている新芽の日光を妨げる下葉がない、そして光合成をしたい時に使う葉っぱも残した状態で、こっちにも、はい、先ほどまでは邪魔があってなかなか上に伸びれていなかった新芽、これにも光が当たるようになりました。これによって新芽を展開させる、そのためには根っこから水分を吸わないといけないので、根っこも伸ばそうと頑張る、ここからの成長、そして春に植え替えました、秋口にどうなっているか皆様楽しみに見ていただければと思います。曲がりがちょっとユニークで可愛いパキラのミショウちゃんでした。皆さんのパキラはどうですかね。はい、でここまで来たら今度はこの植え替えた株たちに水を与える必要があります。今回私ちょっとココピートを使っていて、ココピートは最初に水を与える時にどうしても水を弾いてしまう性質があるので、まずはちょっと霧吹きでささっと表面に水を吸う準備をさせます。はい、今準備ができたので、ここでたっぷりしっかりこの株たちに水を与えます。今ここで水を与えることで1週間ね乾かしていて喉が渇いた状態です。水が来た、水を飲もう、そして根を張る、これを繰り返すことで植物は土の中に根を張っていきます。特に今は根っこが土から完全に一度離れた状態ですので、ここから1週間は水を切らすことなく土が湿った状態をキープしてあげたいです。植え替えた直後、まずは土にたっぷりしっかり与えて、植物にここが新しいお家だよ、ここで新しく根を伸ばしていいんだよっていう風な合図を出してあげましょう。水を与える時はたっぷりしっかり与えていきます。この鉢全体が湿るぐらいまで、こうね持ち上げた時にポタポタポタっと水が垂れるぐらいたっぷりしっかりと与えていきます。この時点でこの水やりがね少なかったりとか、まだ根が活着する前、根が安定する前に水が乾いて根っこが枯れてしまうと、植え替えの失敗によくある水切れでダメになってしまう可能性がありますので、この時点でたっぷりしっかりの水やり、そして1週間はまずは水を切らさない、毎日あげるというわけではなくて、乾くかなと思ったらしっかりと水を与える、乾く前に水を与えても1週間の間であれば大丈夫です。まずは根っこが乾かない努力を1週間する、馴染んできて根っこが伸びてくれば乾燥にも強くなってくるので通常の水やりに戻していきます。鉢底からたっぷりしっかり水が出るまで何度も何度も2回ぐらいねやってあげたらね、確実に水が染み込んでいくと思います。これを水締めという作業です。はい、で今水締めまで完了、つまり植え替えが完了しました。ここでこの後の管理方法としては、水あげていた時にお伝えした、まずは1週間水を切らさないようにすること、あとはまだ根が軟弱でうまく光合成をするサイクルも整っていないので、明るすぎない場所で管理をしてあげてください。明るいカーテンレース越しや直射日光が入らない窓辺の半日陰を避けてあげる、薄暗いところでまずは根っこがゆっくり活着するのを待ってあげます。1週間水を乾かさない週、そしてその次の週はちょっとずつ乾いたらたっぷりしっかりの水やりに移行する、そして根が張ったサインというのは新芽の展開です。新芽が動いてきた、これは根っこが伸びることで葉っぱが出てくる、この植物のとても重要なサインですので、この株たち皆様のご自宅のものも新芽が動いたら、あ、大丈夫だ、根っこが動いてる、しっかりと活着が進んでいるというところで、徐々に徐々に明るい場所へ移動をして光合成を促してください。またこの植え替え直後、風も植物にとっては重要です。優しい風、そよ風のような風を当てて空気の循環、蒸れだけには注意をしてあげましょう。また葉っぱからね蒸散することで根っこからの吸水が必要ですが、それがままならないのが植え替えた直後の株です。なので毎日葉っぱに葉水をしてあげて蒸散量を少しでも減らしてあげる、これも植え替えの後の失敗しないコツです。はい、
今回はダイソーの株100円の商品を使って植え替え動画配信してきました。私がこの土を選んだ理由やダイソーの植物をうまく大きく育てる方法をご紹介してきましたので、皆さんもダイソーの株買ったら1週間後にぜひこういった植え替えをねやってすくすく元気に育てていきましょう。はい、今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはこういった形で植物の管理方法、育て方、お世話の方法をお話ししております。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今後のこの株たちの成長もショート動画でお伝えしていこうと思います。はい、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん、今回はこの辺でバイバイ。